ホーミジャ・ハンギール・バーバーは、インドの物理学者。インドの原子力開発に大きな貢献をした。ムンバイ生まれ。裕福なパールシーのゾロアスター教徒であり、インドの二大財閥の一つのた多,多財閥一族を、親類に持つ。ケンブリッジ大学で、機械工学を学び、ポール・ディラックに影響を受け理論物理学に進んだ。1935年、ケンブリッジ大学で学位を得た。 宇宙船シャワーの分野で功績を挙げた。1939年インドに戻り、バンガロールのインド理科大学院で、チャンドラセカールラマンの下で働いた。1941年王立協会フェロー選出。1945年、ムンバイに、叔父の JRD タタの援助を受けて、インスティチュート・オブ・ファンダメンタル・リサーチを設立し所長となった。戦後、 ジャワハルラールネルー首相の地域を得て、インドの核エネルギー開発のリーダーとなり、多くのインドの核物理学者を育成し、国際的な活動を行った。1966年にヨーロッパへ向かう航空機の事故で死亡した。バーバー原子力研究所は、バーバーの功績を記念して名付けられた。ありがとうございます。